ドリルの作り方。使用するバルーンはこちら。160グレーを膨らませます。もう1本膨らませ、連結します。お互いねじり合わせ、螺旋状にします。適当なところでひねり合わせてください。残りはしぼませて結んでください。結び目をもう一つ作ります。360グロを膨らませてください。先ほどのパーツとアップルリンクします。残りはしぼませて結びます。360緑を膨らませます。先ほどのパーツと結び合わせてください。12センチのバブルを一つ、絞りひねり、12センチのバブルを作り、元の位置に絡めます。12センチのバブルを作り、反対側に絡めます。260グロを膨らませます。絞りひねりを一つ、指定した箇所の周りを一周し、元の絞りひねりに絡めます。7センチのバブルを一つ、
絞りひねりを2つ。8センチのバブル。絞りひねり。8センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。残りはしぼませます。360緑で7センチのバブルを作り、絞りひねりに絡めます。風船の空気を先の方に送って紐状にし、指定した絞りひねりに絡めます。7センチのバブルを2つ作り、元の絞りひねりに絡めます。残りはしぼませてください。これで完成です。お疲れ様でした。